千葉県にある日本製鉄東日本製鉄所君津地区、この巨大な製鉄所のラインに協力会社として入っているのが三島興産という会社です。三島興産は鉄鋼や自動車メーカーなど日本の重工業を支える隠れた有力企業です。三島興産の高木さんは入社10年以上の中堅社員です。千葉県の高校を卒業後、この会社で働いています。鉄の塊を薄く伸ばす仕上げ圧延工程、高木さんはその工程で使われる巨大な鉄製ロールの交換や表面の補修作業を担当しています。この工場で作られた鉄の板は自動車や家電製品など私たちの生活に欠かすことのできない製品へと形を変えていきます。自動車の名前とかあると、ここで作ったやつそっち行ってんだ、嬉しいっちゃ嬉しいっすよね。やってた仕事が、こっちへ実結んでんな。ところで三島興産では高卒の社員でも大卒者と変わらずキャリアアップできるといいます。高校卒業後入社し、現在は上席執行役員を務めている福田部長です。高校で就職する子って勉強が嫌いじゃないか、早く働きたいっていう子もいるし、家庭の事情で上に行けなかった子っていうところがあると思うんですけど、就職してからでも大学生さんだと同じレベルまで持っていけるっていうところが、やっぱり我々高校を卒業した人間からすれば夢っていうところ、同等にいけるんですよっていうところがやっぱりいい仕組みかなと私は思ってます。普段私たちがあまり目にすることのない仕事現場に密着する業界の舞台裏ドキュメント。今回は日本の重工業を縁の下で支える三島興産の社員たちの奮闘ぶりに密着しました。三島興産株式会社は北九州市に本社を置くものづくり企業です。年商200億円以上、従業員数2000名以上、鉄鋼、化学、自動車など日本の主要産業を長年支えてきた知る人ぞ知る北九州の優良企業です。2016年に創業100周年を迎えました。その事業は大きく分けて3つ。1つ目は工程請負事業、世界有数の鉄鋼メーカー日本製鉄や世界最大のガラスメーカー AGC といった世界的企業の工場の一部を請け負っています。2つ目が自社製品事業、製鉄所で使われる連続鋳造モールドという装置ではなんと国内シェア 75% の圧倒的ナンバーワン。他にも半導体を運ぶトレーや磁場キャンセラーといった数々の製品でナンバーワンのシェアを誇っています。そして3つ目がエンジニアリング事業、大手自動車メーカーや家電メーカーの製造ラインの設計から製造・据え付けまで工場の自動化を支援しています。日本のものづくりの土台を支える重要な役割を担っているのが三島興産という会社です。三島興産の主力商品である連続鋳造モールド、溶けた鉄を連続的に固めることができる特殊な金型で、三島興産が国内シェア 75% を占めています。その製造に携わっているのが高卒入社2年目の矢野さんです。無垢の銅の状態からお客様の求めるような形に変えてお客様に届けるっていうのがここでやってる主な仕事内容ですね。矢野さんは路面加工機という最新の機械を駆使して連続鋳造モールドで使う銅製の部品の加工をしています。実はこの機械、なんと2億円もするそうです。工業高校出身の矢野さん、これまで触ったこともない最新機械を操れる環境に働く魅力を感じているそうです。もともと自分の学校にも機械はあったんですけど、汎用機っていって旋盤機とか手動で加工するものなんですけど、ここにある機械は全部自動で加工する自動加工機なんですよ。そういうのは結構好きな人にはたまらないんじゃないですか。入社直後は不安だったという矢野さん、1年経った今どう感じているんでしょうか。まだ未成年で入るっていうのもあって、先輩方とうまくやっていけるのかなって、離れている人で言ったら二回りも上の人と一緒に作業することになると思うんですけど、三島興産はもうみんな優しくて、最初はやっぱ名前とか覚えてもらうよう一生懸命頑張ってたんですけど、今では結構雑談とかもしていただいて、職場環境的には結構やりやすい環境だと思います。三島興産では地方から入社してくる社員のために社員寮を4カ所設けています。その一つがこちらの君津の社員寮。入社3年目の田辺さんは北海道の高校を卒業後、寮生活を送りながら働いています。知らない土地で働くことが最初は心配だったと言いますが、今では楽しくなったと語ります。最初はやっぱり不安もあって、どうなるんだろうっていう気持ちの方がやっぱり大きかったですけど、実際こっち来てみれば仲間もいっぱいできて、先輩たちとの絡みもいっぱいできるんで、会社では話せないような世間話とかも寮帰ってからしたりとか、そういうのもできるんで面白いと思います。両親はあまり自分がそういうことができる人間だと思ってないと思うんで、正直自分がこうやって一人で暮らせてることにびっくりしてると思いますね。若い社員の健康にも配慮して社員食堂も完備されています。今日春巻きと肉のやつ美味しいですね。初めて一人暮らしをする社員の栄養が偏らないように、栄養士が献立を考えて提供しています。毎日食べる料理ですので、調理方法がかぶらなかったりですとか、ご家庭でお母様が作られているお料理と似たようなものが出せるようにというふうに献立を考えています。地方から来られている方が多いので、ちょっとしたご当地に近いものとかの料理も毎日ではないんですけども、九州だったらちゃんぽんラーメンを入れてみるですとか、東北だったら芋煮みたいなものを入れてみるですとか、そういう懐かしめるものもあったらいいなと思って入れています。自動車メーカーや家電メーカーの自動製造ラインを作っているのがエンジニアリング事業部です。ここで働く村上さんは高卒入社9年目の社員です。今手掛けているのは海外向け車種の製造ラインのようです。車っていうのはもう精度が、ちょっとでも狂っちゃうと車体が完成した時に傾いたりしちゃうんで、基準ピンっていうピンが2つついてて、1の精度がだいたいコンマ2以内。設計図をもとにパーツや機械を組み立て、電気を配線していく。村上さんは子どもの頃に作ったプラモデルのような感覚がこの仕事の魅力だと語ります。大人向けのプラモデルっていうのが一番、分かりやすいかな。自分で図面見てものを取り付けて、で実際動かした時にちゃんと動いてくれれば、やっぱ達成感が一番味わえるのがうちの仕事の醍醐味かな。村上さんはこの4月にリーダーに昇格しました。実は三島興産では学歴に関係なくキャリアアップできる仕組みがあるといいます。高卒が上に上がれないとか、そういう話は全くなく、若い頃からバリバリ現場で仕事して実績積んで、会社が評価してくれれば、高卒だろうが何だろうが上にはどんどん上げてくれるっていうのが、頑張れば頑張るだけやっぱ評価してくれる会社なんで。三島興産の経営理念、生き生きと楽しく、私たち自身のために、そして社会のために、この理念に込めた思いを三島社長に伺いました。自分たちがまず生き生きと楽しく働けないと、決して家族も幸せにできないし、社会も幸せにできないんじゃないかと。まずは自分たちがですね、働きがいやりがいを持って家族や仲間に自慢できる会社を目指そうといったところをですね、経営理念として掲げているところでございます。大正、昭和、平成、そして令和と100年以上にわたって日本の主力産業を支え続けている三島興産。人を大切にし、技術を磨き、その結果として得られた信頼によって今日まで発展してきました。今、三島社長の描く未来とは。三島興産は100年を超える歴史ある企業ですけれども、常に変革を志している会社でございます。ベースになるのは信頼であり、技術を尖らせること、そして人を大事にすること、これまで以上にですね、時代の波に変化に気づいて対応して変化を起こせていくようなですね、会社を目指しているところでございます。ぜひ前向きでですね、明るくチームで結果を出すことにですね、興味を持たれる方はぜひ三島興産と一緒に夢をですね、叶えて一緒に未来を切り開いていきたいなというふうに思っております。